BTS とか、うん、あの TWICE とか、うん、今ビルボードで1位取ってる人たちは、うん、とんでもないなって思ってるんですよ。正直どんな頑張っても勝てないです、うん、で説明したのが活字の本にした瞬間に BTS に俺なれるみたいに伝わっちゃって、いや違うんですよ、 あの国としての韓国の推し方と BTS のクオリティは、うん、あれは日本の今の芸能界で絶対に勝てないぐらいの努力をしてるから、はいはいはい、絶対に今のまま日本の芸能界がやってたら無理だよねってことを言ったんですよ。韓国はちゃんと言葉を一生懸命勉強させて、そうだよ、踊りも歌もやっぱ日本のあのアーティストよりやっぱ僕は韓国のアーティストの方が数段上だなと僕は思ってるので、うん、はい、そこまでの努力をさせプロ意識を持たせて、うん、BTS とか筆頭とするそのスーパースターは半端なさすぎるから、せっかくやるなら日本も負けないようにビルボード1位を取れるぐらいの仕掛けをしたいよね、日本の芸能界の一員としてっていう言い方がちょっと間違って伝わっちゃった。だいぶ間違って伝わった。だいぶ